1944年、ナチスドイツの法廷で170人もの国民が絞首刑を含む有罪宣告を受けました。総統アドルフ・ヒトラーの暗殺計画に加担した罪を問われたのです。1930年代初頭、ナチスは猛烈な勢いで勢力を拡大し、ついに1933年1月、政権を獲得します。国民はこぞって独裁者アドルフ・ヒトラーを称え、彼の後に付き従ったのでした。しかし、ごく少数とはいえ、国の将来に危機感を抱いた人々がいました。彼らはそれぞれの理由から、ナチスとそしてヒトラーに対する抵抗運動を続けていくことになります。ユリウス・レーバーもその一人でした。ユリウス・レーバーは地方新聞の編集者で国会議員にもなった人です。当時私はまだ10代でしたが、彼とは何度も会ったことがあります。やがて彼は逮捕、投獄され、私は1933年の春にノルウェーに出国しました。ユリウス・レーバーは高い知性と庶民的な感覚と兼ね備えた人でした。非常に魅力にあふれた政治的リーダーだったと思います。何者をも恐れませんでした。決して影に隠れたりせず、堂々と正面から論戦を挑むというタイプでした。あの時代に公然と反ナチスの考えを主張していたのです。逮捕されたユリウス・レーバーはザクセンハウゼンなど何か所かの強制収容所に送られました。そして想像を絶するような拷問を受けたのです。弁護士をしていたヘルムート・フォン・モルトケもナチスに対する抵抗運動を続けた一人です。ナチスが政権を握った時にある友人がこんなことを言いました。何も心配することはない、ナチスも他の政府と同じさ、今は勢いがあってもいずれ次の政府に取って代わられる。すると夫のヘルムートはかなり激しい口調で反論したんです。いや、ナチスだけは違う、放っておけば必ず恐ろしい破局を招くはずだ。夫は最初から全てを見抜いていました。ベルリンで弁護士をしながら、夫はできるだけ多くの人が国外に出られるように力を尽くしました。心ある人たちにヒトラーがどんな弾圧を加えるか知っていたのです。ライプチヒの市長を務めていたカール・ゲルデラーは経験豊かな良識ある保守派の政治家でした。彼も反ヒトラーの戦いを進めた一人です。フリッツ・フォン・シュレンブルクはナチスの党員でありながらヒトラーを倒す戦いに加わりました。私の夫の家族シュレンブルク家にとって第一次世界大戦後の状況は重苦しいものだったようです。代々シュレンブルク家の男子は全員軍人になるべく育てられました。私の夫フリッツは第一次世界大戦が終わった1918年当時まだ16歳で、戦争に行きたくとも行けませんでした。お互い大人になって再会した時、フリッツは私に国家社会主義ドイツ労働者党、つまりナチスに入党したと話してくれました。彼はナチスを信じ希望を託したのです。第一次大戦後のドイツ共和国の状況はひどいものでした。夫のフリッツはナチスならこの国に新風をもたらし状況を改善できるだろうと考えました。やがて彼の希望は裏切られることになるのですが、軍の内部にも反ヒトラーの動きが生まれてきます。ヘニング・フォン・トレスコーは陸軍少将の地位にありました。
ヘニング・フォン・トレスコは由緒あるプロイセンの軍人の家庭の出で、一族には多くの将軍がいます。トレスコ自身も生まれながらの軍人で、彼は当初ヒトラーに共鳴していたのです。ナショナリストであると同時に平等な社会を目指していたトレスコは、ヒトラーの国家社会主義という考え方に大きな共感を覚えたわけです。しかしヒトラーに対する疑問は次第に膨らんでいくことになりました。ヒトラーの掲げる理念は良しとしながらも、反対派を抹殺するなど独裁色を強めるヒトラーとナチスをもう信用できなくなったのです。牧師で神学者のディートリヒ・ボンヘファーはユダヤ人排斥を唱えるナチスに公然と反対の声を上げました。ディートリヒ・ボンヘファーは独立心にあふれ、その高潔な人格とたくましい行動力によって人々に大きな影響を与えた人でした。私も彼に教えられた一人です。ボンヘファーに出会って初めて私の凝り固まった国家観が打ち砕かれました。そして当時のナチスドイツにおけるユダヤ人問題を真剣に考えるようになったのです。ヒトラーが政権の座に就いた2日後に、ボンヘファーはラジオを通じてナチスを批判する演説を行いました。しかし放送は途中で中止させられ、ボンヘファーの意思は国民に届きませんでした。1933年7月、ナチスドイツとバチカンの間に協約が結ばれました。これは外交上ヒトラーの最初の大きな成功でした。ローマ法王がヒトラー政権を認めたと内外にアピールできたのです。ヒトラーのもとに新しいドイツが誕生していました。ヒトラーの政治的成功は続き、多くの人がヒトラーとナチスの絶対的支配を正当なものとして受け入れるようになります。新たな法律が作られていきました。議会は実質的に力を失い、対立政党は潰され、ヒトラーを頂点にしたナチスの一党独裁体制が固まりました。しかし国民の圧倒的な支持を受けるその裏では、反対派に対する容赦ない弾圧と粛清が行われていたのです。